まります。さあここで取り返しました徳島、坪本藤野がプレッシャーをかけに行って間にいたのはエリキ、エリキが抜ける、エリキ壊れたんですよね、まあ、そこでやっぱりこう一度しっかり追いましたし、そこで回収しながら、まあ、ラストパスエリキ選手がこうエリア内運びながらね、まあ、落ち着いてうまくいったうちのところをしっかり決めましたよね。